本日は知っておくと便利なことをまとめたのでご紹介いたします。ミラーパウダーをつける前にはこのようにエタノールやアセトンで表面を拭いておくと飛び散り防止になりますよ。アイシングジェルをぷっくり塗ります。ホログラムを埋め込みます。硬化します。ミラーパウダーを塗ります。この方法だと囲みミラーが簡単にできますよ。時短になるのでぜひ試してみてね。埋め込むのはシェルでも可愛いですよ。エタノールで拭いていたので飛び散ったミラーパウダーはブラシで払うことができます。トップコートを塗り硬化します。完成です。ぜひ試してみてね。ネイルチップをチップ台につけるのにはこちらのザホイルゲルがおすすめですよ。ピールオフゲルでも代用できます。詳しい説明はこちらの動画を見てね。何度も取り外しして使えますよ。硬い厚めのシェルを割る場合にはピンセットの先端では割りづらいのでピンセットの根元を使います。しっかりシェルを挟むことができるので割りやすくなりますよ。粘土ゲルが柔らかくてこねづらい場合には保冷剤にクリアファイルを置いてその上で作業すると固めの状態で粘土を扱えるので粘土ゲルが温まって扱いづらくなることを防げますよ。ねじったりするのが楽になりますよ。
立体感もより出したい場合におすすめですよ。保冷剤ぜひ試してみてね。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。他の動画もぜひ見てくださいね。